どうした？あなたはなぜ残酷な人と言われているのですか？それが事実だからだろう。殿下は先の戦争で多くの命を奪ったそうですが、私がこの国で見たあなたは私を思いやってくださる優しいお方でした。どうやらお前に構いすぎたらしいな。この城で生き延びたければ、そのめでたい考えは今すぐに捨てろ。私は私の見てきたものを信じます。戦場での俺を見てもいないのに何を言っている。私に配慮をしてくださったあなたも紛れもなくあなたご自身でしょう。バカバカしい。俺はお前を利用するために連れてきたんだぞ。それでも私はあなたのことを残酷なお方だとは思えません。旦那様。お前の中にあるその覚悟は一体何なんだ？覚悟ですか？お前は時折そんな目をする。まるで戦場に立つ者の目だ。この信念を貫き通せるならここで死んでも構わない、そんな覚悟を決めた者の目をしている。それでいて生を諦めておらず、最後の瞬間まで抗おうとする。俺はそういう者を殺さなければならない瞬間が戦場で最も恐ろしい。この人にも怖いと感じるものが。私は自分が殺されてしまう夢を見ることがあります。今は夢から覚め、ちゃんとここで生きている。でも時々とても怖くなるのです。怖い？本当は自分はもう死んでしまっていて、今生きている世界こそが死後に見ている長い夢なのではないかと。私の中にこんな感情があったなんて。ダメ、怖いから何だというの。それでも私は決めています。たとえこの人生がどんな結末になろうとも逃げたくない。今の私の中にあるのはあなたの妻として生きるその覚悟だけ。バカだな。俺の妻になる覚悟などしなくていい。